法的措置が必要。スポーツ議員連盟は相次ぐ不祥事についてスポーツ団体において適切な対応が取れていないとして、スポーツ庁などに対してスポーツ選手の権利や安全が脅かされる状況は極めて深刻と指摘しています。スポーツ団体の問題が発覚した場合、その団体内部での調査や団体が依頼したメンバーによる委員会の調査が行われ、客観性が疑問視されるケースがありました。そのため、議連では第三者機関による相談や調査の体制構築が必要だとしています。議連は今後、有識者会議を設置した上で、法改正も視野に制度の詳細を検討する方針です。